主演の売れない脚本家役には吉高由里子さんが決まっていましたが、今回はその親友役に榮倉奈々さん、大島優子さんが出演することが決定したんです。そんな3人に、3人の中で入れ替わるとしたら誰がいいかという質問をしたところ、うん、それさ、今後の私たちの関係性に響くからさなし。そんな気にすることかな気にしないことなんじゃない逆に私2人の身長になってみたいからどっちでもいい。ああそうなんだ。いやでも何センチだっけ、158?8?6センチ違うって結構違うよ。結構違うか、うん、じゃあ大島さんにしようかな。私いつも人の鼻の穴見えてるからさ。あー見えない見たことないでしょ。そうだね、この辺が見えるもん。やだいいの、私も見てみたい。私は奈々ちゃんだったら服装もピチピチの短いのを履いて足をズデン出して歩きたい。私が優子になったら、今はもう卒業しちゃったけどセンターっていうもので大きいあのライブのところのもう波のような歓声を味わってみたい。確かにない、絶対一生ないから、そんなの踊れなさそうフリーズしちゃって